全国のポケモントレーナーの諸君、元気してるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今回はポケモンカードがやりたいのに購入できなくて嘆いてる諸君。そんな初心者の君たちにはこのゲーム、ポケモントレーディングカードゲームオンラインを紹介していこうと思うぞ。まあこんな感じでね、なんかオンラインでポケモンカードバトルができる無料のゲームじゃな。問題なのは全部英語なことじゃな。それでもまあとりあえずとっかかりとして遊んでみるには一番いいんじゃないかな。こうやってね、なんか悪事キングとかもいるぞ。一応ね、バーサスモードオンライン対戦なんじゃが、これスタンダードとかエキスパンティド読めないけど、あとレガシーとか、まあスタンダードっていうのがその XY とか昔のカードが使えなくなったやつじゃな。でそれぞれ使えて、でレガシーとかはなんかわかんないけど、多分全部のカード使えるよみたいなモードのはず。でこのテーマっていうのは、このね、ショップにある、このショップにあるデッキね、構築済みデッキしか使えないっていうモードがあるんじゃよ。だから最初の初期デッキとか、あとはこういう風に500コインでな買えるやつとかしかデッキがいないから、そんなに強いデッキとは当たらない。なのでこのテーマな、テーマバトルみたいなのをやると最初のうちはな、楽しいかもしれない。ただこの最初にもらえるこのメンタル、何メンタルホニャララみたいなデッキ、これね、わしのメンタルが崩壊しそうになるから弱すぎて、とりあえずこれで進めて、こうやってなんか受け取り済みになってるんだが、このコインとかを勝利したりして集めていって500貯まったら、このガブリアスデッキ、これ強いんで、これを使ってみることをおすすめします。早速ではバトル行ってみようと思うぞ。さあマッチングいたしました。さあ相手がコインを投げて、先行後攻決めて、わしが勝ったんで、先行はいらない。シデダウさんかな、名前わからないがよろしく頼むぞ。で最初にこちら、これね、深丸を出していこうと思う。で出せるカード何枚かあるんで、これをしっかりと出して、さあ相手がサイドに1枚出して、ベンチか、ベンチに1枚出して、サイド6枚でスタート。あ、ここまではポケモンバトルと一緒だな。ハローっつって、じゃあわしもな、あのハローっつって返してあげよう。やっぱ挨拶は基本じゃからな。で相手は鬼スズメ、この効果とかは、この効果とか技名とかそういうのはね、あのポケモンカードの公式ホームページから一発で調べられるから、分かんなかったらそこで調べるんじゃぞ。お、ヘルメッティングしてきたなお前。ヘルメッティングすなお前な。でかなり流れとしては良い。なぜかというと、ここガブリアスにこれエネルギーつけて、でネストボール使って、ガブリアスかな、じゃあガブリアスじゃない、深丸だな、深丸を引っ張ってきたい。で深丸を出しておいて、で高校だとこのね、早速技が使えるんじゃが、この技を使うと深丸がね進化するんじゃな。めっちゃ強いからこれ。あ、もう進化したね。で相手のターンで、相手はあと1エネ貼れば攻撃できるのかな。で相手3枚ドローして、ベンチに鬼スズメを召喚していくんじゃの。これかなり回るぞ多分。でピカチュウにエネルギーが貼られて、はい、30ダメージ。いった、地味にお前うぜえな、ぶち殺すぞ。でここでしっかりともう1エネルギー貼って、これ技を使うことによって一気にガブリアスまで進化していくんじゃの。本当はここで地引きでガブリアス引けてたら、かなりもっとねダメージ食らうことなくガブリアス出せてたからよかったんじゃがの。
でこれで60ダメージ食らってわしのターン。まあ普通にエネルギー張ってこのまま殴るか。ロイヤルブレード、ロイヤルブレードかな。これでぶっしりと殴って100ダメージ。相手5つ目じゃなかったのかな、あれ。何だったんだ。あ、投エネルギーでかい。相手のあのカード何だったんだ。こうよくわかんないんだよな、このカード。5つ目じゃないな。もうこれ英語だからよ。しかも昔のカードだと全然わからないから、これで10ダメージ受けて大丈夫と。これ深丸につけておこうかな。でデッキ圧縮のためにちょっとククイ博士使うか。で進化させて、これね、ドナルド・トランプにしっかりと進化させて、ロイヤルブレードでピカチュウをしばき上げて、さらにサイド1枚取っていく。おお、きてきてきて。シロナちょうど欲しかったんだよな。そう、このガブリアスデッキにはなんとシロナが入ってるからな。現環境でかなり使われる最強クラスのカード。10ダメ。おっと、危ないね。表だったらどうなるんだろう。あ、全然わかんねえ。全然わかんねえ。英語難しいね。笑ってるね。で、ここ、あ、いや、ここはもう白な使っちゃおう。はい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 。もう1枚白なが来たぞ。で、これで HP20 回復できるはず。うん、HP20 回復してガブリアスがより安心な HP になって、でロイヤルブレードで、うん、ジューン、200ダメージ与えてサイド1枚取っていく。相手のデッキ弱えんじゃねえか。勝ったわ。楽しすぎ。なんだこれ。いやー、ポケカバトルって本当に楽しいんじゃのう。でなんかもらって、こういう感じでもらったときに、これな、こう下もどんどん進んでいってなんかもらいましたよみたいな。でこれでコインとかもらえて、それがたまると、さっきのデッキとかデッキの他にも、例えばブースターパックとかな、これがゼラウラ人雷スパークとかと一緒じゃろ。こういう感じで進んでいくんじゃな。じゃあもう一試合やってみよう。サンチエさんかな、わかんないけど、これはね、表か裏か選びます。わしはね、裏引きやすいから裏で。はあ、まあいいや。お前先行選べ、先行選べ、先行選べ。高校の方が欲しい。お前先行引いていいぞ。ほら、早く早く選べって言ってんのね。いつまでお前放置プレイすな、お前な。あ、深まる来てる。相手先行じゃな。よかった、先行の方がね助かる、マジで。1枚エネルギー張って、お、タイマーボール、コインの表の数だけポケモン、進化済みのポケモンが持ってこれるんじゃな。で、これで1枚持ってこれるはず。出た、デュアル米津玄師さんな。もう正面にはこれ米津玄師さん出ちゃってるからな。さあ、わしのターン。まず深丸に、エネルギーをつけて、そっからハウを使って3枚ドローして、あー悪くないね。でミカルゲ出して、このまま技を使うで、しっかりと、進化させていく。で裏にガブリアスが控えてるんで、かなりいい具合にダメージ与えていけるはず。でエネルギー張って、もう進化させていく。あ、30ダメージ食らって、次怖いな。次のダメージが怖いぞ。うん、とりあえず直でガブリアスにしっかりと進化させて、でここはまだ使い時じゃないな。とりあえず技使ってターン終了じゃな。うわっ、
うわ、ぶねー、60ダメージ。あれ、2回表だったらガブリアス飛ばされてたな。ヒポポタス出して、エネルギーをつけて、これ相手終わりじゃねえか？おいおいおい、ザコしかいないのか？これ終わりだろ、相手。ベンチにポケモンがいなかったら、わしの勝ちなんじゃな？何やってんだこいつ、バカか？あ、このゲームもしかして本当に初心者しかいないんじゃないのかな？で、こうやってコインが52コインゲットじゃぞ。さあ、マッチングいたしました。ドニーさんかな、わからないが、よろしく頼むぞ。さあ、深丸がいないのはちょっとやばい。で、わし、あれなんじゃな、進化済みのポケモンしかいない、種ポケモンがいないから、これマリガンで相手に1枚多く手札を取られてしまうんじゃな。初手に来てほしいな、どうせなら。さあ、マリガンして、深丸来い。あー、来ないんじゃの。まあ、ソルロックから入ってミカルゲ出して、うわ、ガルーラ怖えー、パンチしてきそう、ガルーラ。あー、やべえな。あー、とりあえずこれハンサム下から深丸をゲットじゃぞ。んー、ゲットできないでゆく。で、こうかな。で、そのままこいつダブルドロー使うと、攻撃する代わりに2枚カードをドローできるから、深丸を狙って2枚ドロー。やばいやばい、固まっていく。これやばいな、これやばいぞ、普通にやばい。痛いんだけど。お前マジかよ、なんてことしてくれるんじゃ。ちょ、ここはハウポジだな。ハウで深丸を引きに行く。おい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 、お前なん、まぬけがボケ、お前なんてことしてくれんだよ、しょうもないの。ミカルゲにつけてダブルドロー。おい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 、お前深まるどこにいんの。まあでもこうなるのもポケモンカードのありがちな、相手も止められないんだけど、これ。あー、ダブル無色エネルギー強すぎ。てか100ダメージ、ま、うわ、やば、止められないぞ、これ。これ、止められないぞ、マジで。どうする？あー、やっとネスティングボーリングが来たな。これで深丸持ってきて、で、深丸は後ろで待機させよう。これ、エネルギーをつけて、で、タイマーボール。1回だったらこれを持ってくるんじゃな。うん、うわ、一旦無駄にした。うわ、無駄にしたわ、もったいない。いや、でも、まあ、まあまあまあ、まだ切り返しができるから。あ、いなくない？あ、いないんだけど。は、え、これでラスト？やばいやばいやばい、やばいけど、ちょっとガバプレイすな、お前。あ、やばい、逃げられる。ガルーラ出てくる。ワンパンで消し飛ばされる。あ、バカ、沼プレイすな、もったいねえ。やっぱ後ろで育てた方が良かったな。こいつ出すしかないな。進化しっかり決めて、ちょっとね、やばいこの流れ。ちょ、1枚白な使っちまうか。ここで使わないと腐ってしまいそう。深丸来ないの？マジ？まあ、深丸の分取っておくか。あ、待て、まあこっちかな。あ、逃がすつもりだな、こいつ。さては逃がすつもりだな。あ、バイバイ。で、こいつで攻撃してくると。いや、でも、それはでかい。それはでかい。で、ここ、ミカルゲ出せばいいから。な、ヒポポタスとか、しょうもねえカードばっか出てくな、お前な。
まあこれかな。お前もう攻撃できないやでーって。うん。こいつら、こいつらの攻撃で一気にダメージ。うえ、痛え。うわ、ダブル無色エネルギー2つ、うざすぎ。あ、でも、こいつの HP50 で、こいつの攻撃70与えられるから、ここでルカリを出せば、かなりイケイケどんどんなんじゃないか。ミッシルジョブ、よくわかんないが、これで殴れば140ダメージで、じゃあねー。お、ネストボール来た。これを待ってたんじゃマジな。ネスティングボーリングを待ってた。で、相手多分まだ100ダメのダメージ、これ多分ね、エネルギーが4つ必要だから、今ダブル無色エネルギーつけてるわけじゃないか、多分まだ技使えないはず。でこいつの攻撃で、はい、じゃあねー。ルカリオ強い、いいぞ。弱点ついてるからかなりダメージ取れるな。でこいつも弱点なんだよ。でエネルギーがついてないから、まだ全然ワンチャンあるな。いや多分これ殴ったら次サンダースが出てくるはず。エネ、くそエネじゃないのか。あ、勝った。相手サレンダーしたな。危ねえなお前、ミカルゲ刺さってたぞ。いやー、いいゲームだな。危ねえ、負けたと思った今。という具合に本格的にポケモンカードバトルが楽しめるポケモントレーディングカードゲームオンライン、ね、面白いと思った方は、やってみたいと思った方は PTCGO やり方みたいな感じで検索してもらうと、その導入の仕方とかな、あの全部書いてあるので、そこのブログなどを参考にして導入してみてくれると手軽にポケモンカードバトルできるんで、ぜひやってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。